はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、元女子アナで現フリーアナウンサーの小林麻耶さんがですね、出演していたですね、グッドラックというですね、ワイドショー番組をですね、不可解な降板をしました。で、その後ですね、この小林さん、実はですね、自身の YouTube チャンネルの方で、スタッフによるですね、いじめを受けていたということをですね、なんと笑顔でですね、告発するというですね、なかなかな動画をね、投稿していたことが分かりました。今回の動画はですね、その笑顔でですね、いじめを受けていたということを主張するですね、怖い動画の詳細、そして今回の一件というのはこれから先ですね、どんどん泥沼化していくであろう未来、この辺に関してですね、僕なりにいろいろと解説の方をしていきたいと思います。はい。まずですね、この小林麻耶さんという方はどんな方かというとですね、まあ、いわゆるですね、こう、ぶりっ子キャラみたいな感じで、一時期すごい人気になった女性アナウンサーですよね。はい。まあ、もともとはですね、さんまさん、明石家さんまさんがやっていた恋のから騒ぎっていうですね、まあ、一般女性の方と恋愛トークするっていう番組がね、昔ずっと長くやってたんですけども、その中ですごく人気のね、出た方なんですよね。はい。で、この方はですね、その後女子アナになったんですけども、まあ、いわゆるそのぶりっ子的なね、なんかこう、一昔前の田中みな実さんみたいなね、はい。今で言うとね、そのぶりっ子アナウンサーといえばこうね、田中みな実さんみたいなイメージもね、ちょっと前あったんですけども、まあ、その先駆けみたいな感じですかね。はい。で、小林麻耶さんもですね、そういった立ち位置で、まあ、かなりの人気をね、得た方なんですよね。で、現在はですね、結婚して、まあ、フリーアナウンサーとしてですね、番組にね、コメンテーターとして出たりとか、まあ、いろんな活動されてるんですけども、そんなですね、まあ、小林麻耶さんが、まあ、急にですね、番組を降板し、それに関して、私はいじめを受けていましたということをね、笑顔で主張するというね、ことが起きたんですね。はい。じゃあ一体ですね、どういった流れでね、その動画が投稿されたのかということをですね、ちょっと、まずはそこ、記事を見ながら解説の方をしていきたいと思います。はい。フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2020年11月12日、自身の YouTube チャンネル小林テレビ局で、生配信をしたと。ね、木曜レギュラーとして出演していた情報ワイドショー番組グッドラックについて番組降板を言い渡されたと主張したというわけなんですね。はい。で、ちなみにこのグッドラックっていうのは立川志らくさんですかね。あの方がですね、落語家のあの方が MC やってる番組ですね。はい。スタッフとのトラブルが背景にあるとしていますということなんですね。小林さんは夫で整体師のアキラさんと共に YouTube のチャット欄に寄せられたコメントに答えながらフリートークを展開していましたが、満面の笑顔で突然、皆様にご報告がありますとコメントしたと。私、昨日、括弧11日ですね。私、昨日の午前中に突然番組の降板を言い渡されて、今日番組に出演できないことになりました。と、人ごとのように明るい口調で、にわかに信じがたい内容を報告したというわけなんですね。これなかなかすごいですよね。言ってることはすごくネガティブなんですけど、めちゃくちゃポジティブな感じでね、満面の笑顔で言うっていうね。なんかちょっとこう、想像するとすごい怖いですよね。はい。小林さんの主張によると、ファッションコーナーのスタッフからのいじめに耐えかね、10日にあった番組ロケに行かないという決断を下していたことが背景にあるのではないかというのことだと。終始笑顔を保ちつつ、自身を守ってくれなかったという事務所の社長や生出演を拒否したとされる番組スタッフに向け、不自然なほど元気な声でありがとうございましたと声を張り上げた後、体を屈しておかしそうに吹き出していましたというわけなんですね。これ想像すると本当怖いですよね。なんかね、なんかすごい敵に回しちゃいけない女性って言いますか、なんかあんまり触れちゃいけないタイプの女性っていう感じがしますよね。はい。アキラさんの話題転換もあって YouTube 配信はそのまま明るく和やかな雰囲気で済みましたが、2人がチャット欄のユーザーに反応している場面で突然終了と。この突然終了ってまた怖いですね。はい。訴えの真偽は、定かでないものの、その後放送されたグッドラックに小林さんの姿はなく、番組公式のレギュラーページ出演欄からも画像と名前が現在消えていますと。また小林さん所属の事務所も公式サイトを通じて、正常なマネジメント業務が行うことが困難になったということを理由に、同日をもってマネジメント契約を終了することを突然発表していますというわけなんですね。はい。まあ、つまりですね、まとめますと、小林さんの主張としてはですね、そのスタッフに、ま、いじめられたと。ね、番組スタッフに、ま、自分がいじめられたということで、行かないと。番組ロケにはもう行かないというね、その主張をして、で、そこに関して事務所が、ま、ね、守ってくれなかったと。いうことで、ま、いろいろ事務所とも揉めて、ま、最終的に事務所側も正常なマネジメント業務を行うことが困難になったということで、ま、ね、その番組降板して芸能事務所も辞めたと。まあ、そういうわけですね。
はい。というのがですね、そのニュースのすべてになります。はい。じゃあ、ここから何がわかるのかって話なんですけども、僕はですね、今回のニュース、これから先ですね、かなり泥沼化していくことが予想されます。はい。というのは何かというとですね、この小林さんはですね、絶対に敵に回してはいけないタイプの女性だと思うんですね。はい。というのは何かというとですね、まあ、いわゆるですよ、今回の一件っていうのは、まあ、現段階、あくまで現段階の情報だけで見るんであれば、誰が正しいかっていうのははっきりわかりません。うん。まあ、小林さんはいじめられたというふうに言ってますけども、ちなみにこれ TBS 側はですね、そんな事実はないって言ってるみたいですね。うん。そんないじめのような事実はないと。うん。まあ、つまり、それぞれがですね、今ね、正反対の主張をしているわけですよ。はい。まあ、だから今のところ誰が正しいかということは一切わからない状態になってます。はい。別に、ね、明確な証拠もね、別にその小林さんが提示しているわけではないですからね。はい。まあ、ただですよ。ただ。うん。ただですね、現代っていうのはですね、このね、小林さんのですね、この YouTube、チャンネル、小林テレビ局ですか？うん。みたいに、誰でも何でも発信できるツールがあるんですよね。はい。ということなんですよ。はい。というのは何が起きるかっていうと、小林さんがですね、今回のことにまだ全然納得がいってないんであれば、いろんなことをですね、主張すること、暴露することが可能なんですよね。はい。まあ、例えばですけども、小林さんはいじめを受けてたって言ってますけども、詳細は明かしてないんですよ。うん。例えば、こういうふうないじめを私は受けましたって話だったりとか、で、それに対して、じゃあ事務所がこういうことを言ってて全然守ってくれなくて、こうね、テレビ側についたとかね。うん。そういう風に自身の中でまだ溜め込んでる詳細とかそういうものがあれば、いくらでも YouTube チャンネルを使ってですね、暴露することが可能な時代なんですよね。はい。ということはですよ。ということは、うん。まあね、証拠こそどっちが正しいか、っていうことは分かりませんけども、今後ですね、小林さんがそのことに関してですね、どんどん新情報を言う可能性ってのは僕は相当高いと思うんですよ。うん。で、実際問題ですね、今回のこの小林テレビ局でのですね、暴露の中ですね、この笑顔でですよ。はい。笑顔で皆様にご報告がありますとかですね。はい。ありがとうございましたとかね、声を張り上げた後、体を屈しておかしそうに吹き出していたとかね。はい。っていう姿から見て、うん。すごくですね、今後も暴露しそうな感じがすごいじゃないですか。すごい。うん。ね、この小林さんのなんて言うんですかね、この気の強さって言うんですか、うん。この笑顔が逆に怖いじゃないですか。このね、笑顔でやめますとかありがとうございました、いじめを受けました、みたいなことを言ってる姿って、なんかもう逆に怖いじゃないですか。うん。もう何だって言ってやるぞっていうですね、この女性としてのこの意志の強さっていうんですか、気の強さ、人間的なパワーみたいなものをね、すごく感じますよね。うん。だからこういう人を、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、敵に回したらいけない、関わってはいけないみたいな部分がすごい強いじゃないですか。怒らしたらやばい人って結構いますよね、世の中に。はい。で、あくまでこの動画を見る限りは小林さん完全にそういう匂いがプンプンするんですよね。うん。で、実際問題今回の件に関してグッドラック側はですね、いじめがなかったとかですね、まあそういう風に否定してるわけじゃないですか。小林さんと完全に対立してるわけですよね。はい。そういった対立意見をじゃあ相手側が発表することによって小林さんもはいはいそういう風に来るんですね、わかりました、じゃあこっちもまだ言いたいことありますよみたいな感じで、今後もですね、この YouTube の生配信なり動画を使ってですね、笑顔でそういったことをまたも笑顔でね、うん、笑顔でそういったことを報告してくる可能性ってのは僕は相当高いと思うんですよ。うん。はい。で、そうすると何が起きるかっていうと、結果としてですね、起きる未来。それは、泥沼化ですよ。泥沼化。うん。ね。双方の意見が違うまま、お互いがお互い言いたいことを言い合って、まあ、真偽は分からないんですけども、どんどん注目を集めていくっていうね、泥沼化にね、発展する可能性が、僕は相当高いんじゃないかなっていうふうにね、思うわけなんですね。うん。まあ、ただですよ。ただ、少なくともですね、その今回の一件によって小林さんをですね、もうテレビに出ることは 100% ないでしょうね。はい。というふうに思います。はい。まあ、もちろん、何度も言いますけど、小林さんの方が正しかったのかもしれません。本当にいじめがあったのかもしれません。それはわかりません。はい。ただ少なくともですね、他のテレビ局だったりとかテレビ番組からすると、こういう風にですね、番組だったりとか事務所とですね、揉めたような人っていうのをわざわざですね、自分のねテレビに呼ぶかっつったら呼ばないわけですよ。うん。ね、呼ぶメリットがないわけですからね。はい。どっちが正しいか分かりませんけど、少なくともそういう風に揉めるような人とは関わり合いをね、したくないっていうのがですね、今のですね、テレビ界ですからね。うん。危ない橋は渡りたくないわけですよ。はい。だからこそ、小林さんは今回の一件によって、まあ、完全にテレビから干されるということになるとは思います。はい。まあ、でもそういう風に完全に干されるっていう状況、もう出れないっていう状況だからこそ、余計にですね、余計にこのアクセル踏んでしまうと言いますか。うん。で、暴露する際のアクセルをですね、吹かしてしまうっていうことには、なんか繋がる可能性は多いんじゃないかなと思います。はい。だってもうどうせ出れないんだから。ね。どうせもうテレビとおさらば。ね。テレビに出ることはない。だとしたら、この原因となったグッドラックの自分をいじめたスタッフを許せねえ。っていうことで、さらなる暴露主張っていうことに繋がる可能性がね、高いんじゃないかって僕は思いますね。はい。まあ何にせよですね、今回の動画はとりあえずこれで終わってますけども、おそらくですけど、これから先ね、また動画を投稿していくんじゃないかと僕は思ってるんで、うん。
そこに関してはですね、ちょっとこう注目の方していきたいと思います。はい。まあでもそれにしてもあれですね、グッドラックもですね、悪い相手とね、戦っちゃいましたよね。はい。相手がですね、何でもかんでもですね、言うこと聞いて黙ってるとは限らないわけですからね。今の時代ってのは本当に誰でもどこでもですね、全世界に発信できるツールがあるわけなんですから、相手をちゃんと選んで喧嘩を売るべきでしたよね。はい。僕は今回ですね、グッドラックさんは喧嘩を売ってはいけない相手にですね、喧嘩を売ってしまったんじゃないかってことをですね、強くですね、その動画を見て思いました。はい。というわけでですね、今日はこのでおります。ご安心ですね。ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございました。